当社が鎮座する大郷町は、宮城県のほぼ中央に位置し、自然と共存する環境に恵まれた地域であります。西に雄大な船形連峰と爽やかな七つ森をいただき、そこから町中を東に流れる吉田川の流域には、豊かで広大な水田地帯が広がり、澄み切った田園風景と心地よい光を感じることができます。そんなのどかですがすがしい場所に鎮座するのが、当天神社であります。この地域では、親しみを持って天神さんと呼ばれており、四季を通じて様々な祭典が古式のままに執り行われております。町の基幹産業が農業であり、春高秋秋の地域性から、春には五穀の豊穣とあらゆる産業の発展を祈る春祭りが勇壮な神輿渡御とともに執り行われております。夏には血の輪くぐりの神事が行われ、一夏の疾病よけが祈られます。さらに秋には子供たちによるお初穂引き、新穀奉納の神事が執り行われ、喜びもひとしおに、収穫感謝の秋祭りがにぎやかに執り行われております。境内には天神様がめでた梅花をはじめ、春の水仙や大花、夏の紫陽花、秋にはもみじやイチョウの紅葉と、訪れる人々の心を和めております。御祭神として菅原道真公をお祭りする当社では、勉学や諸芸上達に関わる参拝が多く、現在ではその他にも人生儀礼や建築儀礼等、さまざまな願いを持った方々の参拝が増えているようです。これひとえに天神様の真意かくかくなることをお示しいただいているゆえんであります。当社は町の無形文化財に指定されている羽生田植え踊りが発祥した神社でもあります。加えて、地域一丸となった神輿渡御は、現在でも荒れ神輿として知られ、水田の中を縦横無尽に練り歩いております。こうした地域の伝統文化を連綿と受け継いできた、ここ天神社には伝えていきたい日本があります。我が国の美徳である心の豊かさ、人と人との絆、そして環境保全を見直そうとする昨今、ぜひ一度ご参拝にお出かけください。